白ひげと目的を認め合ったルフィ、キザルの攻撃をかわしながら処刑台へと突き進む。だがその前に立ちふさがったのは、かつて麦わらの一味をバラバラに飛ばしたバーソロミュークマであった。この顔なじみに文字レーザー撃ってくんじゃないよ。おい、いい加減に押してみる。バタ足よ、バタ足の顔を忘れてみるの。どういうつながりがあったのか知らねえが、やめときな。話しかけても無駄だぜ。かつて暴君クマと呼ばれてたあいつならもう死んだよ。つい先日だ、政府の科学誌はドクター・ベガパンク最後の改造によって、こいつはとうとう完全な人間兵器になっちまった。正確には元バーソロミュークマ、今はもう人と生まれた。私がこんなところで、いい加減に押してみる。バタ足よ、バタ足の顔を忘れてみるの。どういうつながりがあったのか知らねえが、やめときな。話しかけても無駄だぜ。かつて暴君クマと呼ばれてたあいつならもう死んだよ。つい先日だ、政府の科学誌はドクター・ベガパンクの最後の改造によって、こいつはとうとう完全な人間兵器になっちまった。正確には元バーソロミュークマ、今はもう人と生まれた記憶すらねえ。ただ政府の言いなりに戦うだけの化け物、パシフィスタ PX0 だ。昔のことなら忘れちまいな。一度会った人間に顔を忘れられたのは生まれて初めての経験だよ。私がこんなところで、おい、いい加減に押してみる。バタ足よ、バタ足の顔を忘れてみるの。どういうつながりがあったのか知らねえが、やめときな。話しかけても無駄だぜ。かつて暴君クマと呼ばれてたあいつならもう死んだよ。つい先日だ、政府の科学誌はドクター・ベガパンクの最後の改造によって、こいつはとうとう完全な人間兵器になっちまった。正確には元バーソロミュークマ、今はもう人と生まれた記憶すらねえ。ただ政府の言いなりに戦うだけの化け物、パシフィスタ PX0 だ。昔のことなら忘れちまいな。一度会った人間に顔を忘れられたのは生まれて初めての経験だよ。記憶が消えたかなんだか知らないけど、バタ足の強いメンスペクトラム、デュクシーズメンスペクトラム、ワンコフッチャーするね。